エーリッヒザ・ロモンエーリッヒザ・ロモンは、ドイツのフォトジャーナリスト、通信シャウルシュタインの記者。エルネマンのエルマノックスカメラを山工房に隠して会議場や裁判所に持ち込み、特別な証明なしで室内の人々の自然な姿を写真に撮影した。ユダヤ人であったため、第二次世界大戦中、ナチに逮捕されアウシュビッツビルケナウ強制収容所にて、虐殺された。ベルリン生まれ、 動物学や工学を学んだ後、法学で博士号を取得。第一次世界大戦にドイツ兵として従軍し、丸ヌ海戦で捕虜となった。終戦後は、株式な買人やピアノ販売業、タクシー会社などを経て41歳の時にウルシュタインに入社。当初は広告部であったが、芝叩く間に同社の看板グラフし、ベルリン画法の写真記者として頭角を表した。 ワイマール共和国の外務大臣であった、グスタフ・シュトレーゼマンと信仰が深く、シュトレーゼマンの計らいによって、当時のヨーロッパ外交の現場の様子を、スナップ撮影しグラフ氏に、次々に発表。それまで、無記名が当然であった、写真家個人への注目を集め、フォトジャーナリストの草分けとなった。フランスの政治家アリスティード・ブリアンは、会議には、まさに3つのものが必要である。 数人の外務大臣とテーブルとザロモンであると称賛した。1928年ウルシュタインを退社してフリーのフォトジャーナリストとなった。その後も数多くの国際会議の現場を撮影し続けたが、1933年にナチスが政権を握るとユダヤ系であったため、ベルリン画報などドイツの雑誌での仕事から事実上、 締め出され、ドイツ以外の国のマスコミに写真を提供するようになった。1935年には、英国王立写真協会主催で開古展が開催され、1937年にも、イルフォードギャラリーで個展を開催した。1938年にはオランダに移住。しかしナチスドイツが1940年にオランダに進行すると、オランダでの活動も制限されるようになり、 1942年には隠れ家での生活を余儀なくされた。1943年ガスメーターの検診員に発見されて当局に通報され、1944年7月7日にアウシュビッツビルケナウ強制収容所のガス室で殺害された。ありがとうございます。